にちは、ちょい、どうも、やまももです。私、やまもも。生まれは大阪で、高校の時から兵庫県へ引っ越しました。まあ、私が喋る方言は、関西弁。というわけですね。というわけですね。今日は、関西弁講座を開催いたします。関西弁ってね、独特なイントネーションやったり、どういう意味なんやろうっていう方言とかもあるから、普段関西弁に慣れてない人からすると、なんやねんそれって思ったりすることもあると思うよね。今日はそんなね、関西弁を少しでも知ってもらおうと思いまして、山桃流ではありますが、関西弁講座を開催しようと思います。一つ皆様に伝えておきたいことがございまして、関西弁って言っても、地域によって若干の表現の違いがあったりするんやけど、そこはご了承くださいませということでね、関西の方はね、私の地域はこういうよとか、関西以外の方も私の方言はこういうよっていうのがありましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。みんなで方言を共有しましょう。それではやっていきましょう。タイム降臨。今日はどういう感じでやっていくかというと、標準語を用意しましたので、それを関西弁に直すとどうなるのかみたいなことをね、やっていく、イントネーションの違いとかに注目して、ぜひぜひ見ててください。それでは一つ目、この漫画本棚にしまっておいて。この漫画本棚にしまっておいて。私標準語あんまり知らんから、この標準語のイントネーション大丈夫かな。大丈夫。この例文を関西弁に直すと、この漫画本棚に直しといて。この漫画本棚に直しといて。こうなりますね。イントネーションの違いもあるんやけど、しまっておいてっていうのが、直しといてっていう表現にね、なります。関東で通じない関西弁みたいな感じのね、もう代表と言っても過言ではないぐらいメジャーやと思うんやけど、直しといてっていうのは、片付けといてとか、しまっておいてっていう意味でございます。それでは2つ目、蚊に刺された。蚊に刺された。これを関西の方は蚊に噛まれたと表現することが多いです。ちょ待って、蚊に噛まれてんけどみたいなね。この噛まれたっていう表現の他にも、食われたっていうところもあるみたい。私は食われるは使わんな。で、関西人の特徴として一音を伸ばしがち。蚊に噛まれたじゃなくて、蚊に噛まれた、蚊に噛まれたっていう蚊っていうね、一音を伸ばしがち。歯磨いたとか、吸入れる、目痛い、背伸びたな、こういう一音をね、伸ばしがちっていうところがね、関西弁のポイントでございます。それでは3つ目、マック行こう。はいはい、出ました、出ました、呼び方問題。関西人は基本的にマクドっていうね、マクド行こうになります。このね、呼び方問題。マクドナルドはマクドっていうし、ユニバーサルスタジオジャパンはユニバっていうし、まあ、セブンイレブンとかもね、多分セブンイレっていう人が多いんかな、関西は。で、このユニバ行こうっていうのも、標準語はね、ユニバ行こうっていうよね。関西弁はユニバ行こう。アクセントのつけるところの違い、これによってまあね、エセ関西弁かどうかっていうのはね、すぐバレます。それではお次、それなら今夜は和食にするね。これを関西弁に直してみましょう。ほんなら今夜は和食にするわ。それならがね、ほんならとか、ほならとか、そやったら、せやったら、そんならとか、それならに対してのね、方言は結構ね、地域でいろいろ言ったりします。私はほんならかな、よく言うのが。ほんなら私がやるわとか、ほんならとか、そんならも使うかな。次行きましょう。この空き缶捨てておいて。この空き缶捨てておいてを関西弁に直しますと、この空き缶ほっといて。はい、出ました、関東で通じない関西弁その2、掘る。ほっといて、放っておくってこと、捨てといてっていう意味合いでございます。次行きましょう。本当に嬉しかった、ありがとう。ちょっとイントネーションが不安になる、自分自身。本当に嬉しかった、ありがとう。これをまあ関西弁に直しますと、ほんまに嬉しかった、ありがとうになります。ありがとうとありがとうのイントネーションの違いですね。とりあえず関西弁は後ろの方にね、アクセントつけたらいいって思っといて。お次、例文こちら。明日待ち合わせ何時にする。こちらを関西弁に変えますと、明日待ち合わせ何時にする。こういうね、アクセントの違いでございます。というわけで、本日は標準語の例文と関西弁をね、比較して、イントネーション、アクセントの違い、表現の違いみたいなのをやってみました。方言問題はね、マジで深掘りすればするほどめちゃめちゃ面白いから、今後またね、方言関連の動画も上げていきたいなと思っておりますので、方言問題気になるなって思った方はね、ぜひぜひチャンネル登録して待っていていただけたら嬉しいなと思います。やまもものTwitter、Instagram やサブチャンネル、ゲーム実況チャンネルもよろしくね。それじゃあみんな、バイバーイ。あ、毎度、あ、毎度、あ、毎度、毎度、毎度。終わりに言う言葉じゃないな。